今世の中の子どもたちを夢中にさせるこの絵本。リンゴを題材にしたちょっと不思議なお話です。ある日学校から帰ってくると、テーブルの上にリンゴが置いてあった。でももしかしたらこれはリンゴじゃないのかもしれない。もしかしたら大きなさくらんぼの一部かもしれない。僕から見えない反対側はみかんかもしれない。実は何かの卵かもしれない。リンゴがリンゴであるかどうか疑う男の子の妄想。常識を飛び越え、その世界がどんどん膨らんでいく物語、リンゴかもしれない。全国の小学生14万人以上が投票する小学生が選ぶ子どもの本総選挙で今年の1位に選ばれました。作者の吉武慎介さん、10年前に手がけたこのリンゴかもしれないがデビュー作です。子どもの頃の自分がこう不思議に思ってたこととか、知りたかったこととか、怖がっていたことっていうことの答えに自分の方がなっているかどうかっていうのが、いつも本を書くときにいつも一番大事にしている。子どもの頃の自分に嫌われない本を作りたいっていう思いはすごくありますね。今日から上田市でかもしれないをテーマに展覧会が始まりました。全部好き。絵とかも面白いし、いろんな素敵なところがいいな。吉武さんの頭の中を覗き見るような空間になっています。発想の源となるグッズや絵本の原画、体験型の展示も。なんか親子でその絵本を見て、なんかすごいいろいろ考えさせられるっていうところが、親子で結構楽しめるところがありますね。分かるってなるところ、読んでみて、あ、こうなるって同感できてしまうところですね。息が白いだけで大喜び。したいことはほとんどないけど、したくないことは山ほどあります。さらに、どういった絵になるんですか？会場がこっちっていう会場に、はい、会場に向かってこうずっと向こうに書いていこうかなと思って。会場を訪れた際に書いたイラストがあちこちに。天使のような子供からのおじさん、はい、そうですね、これはギャップがすごいです。そうですね、この間にいろいろ成長したんですね。どういうことなんですね。成長したんですね。はいはい、あんなに可愛かったのにいろいろあるんですよ。新たなものの見方や予想もしない展開、そしてくすっと笑える仕掛け。子どもから大人まで多くの人を引きつける作品の数々はいかにして生まれるのでしょうか。なんでそんなに面白いアイデアが思い浮かぶの、はいはいはい、っていうことなんですが、うん、ですね、僕自身がこうどん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 いろんなことを思いついちゃってしょうがないっていう人間ではないんですね。常識、普通みんなが考える当たり前って何だろうってことをずっと気にしていたので、そこからじゃあどれぐらいずれた時に人が面白いっていうものになるんだろうかっていうふうな途中から考えるようになったんですね。明日のことなんか考えてあげない。かつてこの辺りにつむじがあったそうなのだ。吉武ワールドを支えているのがアイデアスケッチ。かれこれ20年ほど書き溜めてきたといいます。展覧会にはずらりおよそ2500枚が並びます。すごく散歩して、すごいたくさんの犬を同時に散歩されてるおじさんがいらっしゃって、紐がこんがらがってて、そりゃそうなるよなと思ってなんか
僕自身がすごくネガティブな性格をしててすぐ生きてるのが嫌になっちゃうんですけど、その時にこう考えようによってはこういうふうに面白がることもできるじゃないかって、こう自分自身を励ますためにこう必死にこう世の中を面白がろうとした記録なんですよね。暑かったら脱げばいい、太っちゃったら仲間を見つければいい、世の中が醜く思えてきちゃったら光る画面を見なきゃいい。心を緩めてくれるような言葉が並ぶ、暑かったら脱げばいい。吉武さんの作品には大人のファンが多いのもうなずけます。それはだから何より僕がそのままでいいんだよって言ってほしいからなんですね。人に褒めてもらいたいから自分から褒めるみたいなのは、その自分用の松葉杖を作っているような、自分が歩きやすくなるための道具を作っているんだけれども、もしお使いいただけて使い勝手がいいようだったらぜひお使いくださいと。楽しい話からちょっとこう考えさせられるようなところまでたくさんあるのがすごいいいなと思ってます。でもこういう考え方もできるんじゃないとか、いろんな発想を与えてくれるんで、すごい楽しいですね。吉武さん、展覧会のテーマになっているかもしれない、この言葉にはどんな意味があるんでしょう。僕がとにかく怒られたくないと断言することによって、違うって言われたらこっちが困っちゃうので、こう逃げ道を常に僕は確保しておきたいんですね。何か自分にとって大事なものを見極めるためにも、何かこうふわふわさせておくというか、限定させないでおくことも大事な時もある。なんか世の中割とどっちとつかずでぼんやりしててもいいことってあるよねっていうのは自分の一つの思いでもあって、